はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、え、なんと今回からベスト11企画進化ということで、フォーカスドプレイヤー第4弾登場時点でのベスト5の男たちやっていきたいと思います。え、今回はね、今回からまサイドミッドフィルダーに入っていこうと思うんですが、まずはレフトの方からいきたいと思います。左ですね。はい。ミッドフィルダー編ということで。まあ、リーグ編ということでね、やっていきたいと思います。まあ、ここね、今までね、取り上げることなかったんですよね。これ、なぜなら 433B に入ってないんですよ。うーん。 こういうところを拾えなかったのもちょっとモヤモヤしてたんで、今回ちょっと楽しみに、僕もいろいろね、ちょっと選手調べてきたんですけれども、この左ミッドフィルダーなりし、このサイドミッドフィルダーに求めることって皆さん何でしょうかうん。まあ仮にこの褒めを使うってなった時に、使う褒めを使うとなったらどういう仕事を求めますかということですね。果たしてシュートを打ってほしいのか、それともクロスを上げてほしいのか、はたまたフラスル打ってほしいのかとかね、いろいろあると思うんですが、 このミッドフィルダーっていうまずポジションが結構難しくて、例えばこれボランチだったら結構守備に適してれば何とかっていうね、こともあるんですけれども、本当は攻撃面もね、できた方がいいんですよ。ただからまあ守備がやっぱ大事になってくると。じゃあこのサイドミッドフィルダーって何が大事になってくるのっていうと、個人的には守備もできないといけないし、 かつ、まあ、守備ができなくても攻撃に結構な振り方してて、結構な戦力になるんだったら、ま、攻撃でもいいかなと。で、守備と攻撃どっちに重きを置くべきかなというと、やっぱ攻撃なのかなとか。うん、結構難しいんですよね。<laughs> 難しいです。まあでも本当は守備もできなくてはいけないし、攻撃もできなくてはいけない。もしくはどっちかをすごく極めてないといけないっていうね、結構難しいポジションだと思うんですよ。で、僕もこの動画を作るにあたっていろいろ精査してきましたが、正直ね、ランク付けね、難しかったです。はい。もう僕自身がそもそもどこに重きを置いてるかとかもそうなんですけど、今の重きをいろいろ出した上でも、ちょっと悩みました、正直。うん、これどっちが上なんだろうな。どっちがいいんだろうな。 うーんすごく悩ませていただきました。これなんでかっていうと、普段ね、そんなに考えることがないというのもあるんですが、もし自分が使ったらというところでね、まあちょっと自分主観になって考えてみたんで、まあある程度の順位はね、まあ、それに基づいて出してみたんですけど、まあそれでもちょっと難しいなと思うところがあったので、まあ、結構面白い順位になってんじゃないかなと、個人的には思います。はい。ということでね、今回、えー、レフトミッドフィルダー、左ミッドフィルダーやっていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。 ということで、えー、早速ノミネートしていきたいんですが、まずはノミネート前にですね、この企画の説明を先に軽くさせてください。こちらです。はい、えー、今回の選出に当たりましてというところで、えー、特別限定は対象外としてます。これ TS とか月間カード系ね、まあ MVP ベストゴールとかね、そういったものはちょっと省いてますということですね。これ特に TSS なんですけれども、TSS 入れちゃうとね、 あの、<laughs> もう居座っちゃうことになるんでね、まあ、強い選手は強すぎて、うん。まあ、それがゆえにね、3枠という制限がかけられてるのも、まあ、TSS とか TS の特徴だったりもするので、まあ、そのカードをちょっと一緒にしてしまうとね、ちょっとつまんないなという個人的な主観から、えー、省かせていただいてます。まあ、もちろん TSS の選手とか強いんでね、はい、もう言うまでもなくというところで、まあ、取り上げるとしたらまた別動画とかでね、取り上げたいと思いますんで、そこはちょっと一旦今回は省きたいなと思います。 で、あとは今回リーグで使うようとしての選出になりますので、クラチャーのことはちょっと一切考えてないのでえ、そこもご了承いただいた上でね、ぜひご覧になっていただければなと思います。まあ、今後ね、このサイドミッドフィルダーという褒めがね、入る可能性もあるんでね、まあ、ぜひね、一目置いておいてほしいなと、個人的には思います。ので、え今回ね、特にね、まあ、僕の主観にはなりますがえ、トップ5ね、選ばれた選手とか、こういったね、似たような選手とか、上位互換が出た時というのはね、特にやっぱ注目してほしいなと思います。 はい。ということで、じゃあ、早速5位から1位の順にね、やっていきたいと思います。じゃあ、まず、えー、今回のフォーカスドプレイヤー第4弾登場時点での左ミッドフィルダー、レフトミッドフィルダー、えー、ベスト5紹介していきたいと思います。じゃあ、まず5位の選手見ていきましょう。こちらです。はい。えー、モ,ンテディモンテディオ山形の小野正人選手のフォーカスドプレイヤーじゃなくて、ライトニングエッジですね。はい。こちらが、えー、5位になっております。 はい。じゃあなんでこのカード5位なのかというと、さっき言いましたね、まあ守備と攻撃という話をしたんですが、このカード、まあが、まあ、サイドの下流ド持ってるし、インターセプト持ってて、で、アーリークロス持ってると。まあ、これ結構守備寄りなんですよね。まあ、でもアーリークロス持ってるんで、一応クロスも上げれると。まあ、これすごく大きいことなんですね。このスキルバランスね。はい。まあ、これからそうね、大体まあ、アーリークロス系とかフラスル系とか、チェイシングとか、まあ、そういうのを結構ね、持ってきた選手がどうしても選びやすくなってしまうんですけど、まあ、この小野選手ってどっちかというと守備型なんですよね。 うん、ディフェチもね、1300ぐらいありますし、まあ、ボナセンもディフェプラスありますしね、金ディフェプラス。まあ、こういうのを入れていくと、もう1600近くぐらいになるんかな、これだけでもね。ということで、結構守備型なんで、まあ、なんならサイドハーフとかじゃなくても、サイドバックとかでもね、まあ、左サイドバックとかもできますし、まあ、そういうところにね、意外と向いてたりするんですけれども、このサイドハーフというところに関して言えば、まあ、やっぱり何かにしら突出してるっていうところはすごく良くて、例えばこれが、 まあ、ディフェ値がた高いじゃないですか、単純な話ね。このステータスの中でね。例えば、これでボナセンがオフェだったら、これ一致してないんで、あんまり得に感じないんですけど、まあ、ディフェンス型でね、しっかりとまあディフェンスに定評がありまして、で、かつ、まあ、ボナセンもしっかりディフェついてきてるんで、これはまあ、相手のね、とりあえず守備から入る形ですよね。まあ、守備でしっかりと相手のウィングなりし、まあ、まあ、まあ、サイドバックかもしれないですけどね。まあ、しっかりと止めて、かつ、まあ、その奪った後にアーリークロスを打っていくっていう流れが、結構綺麗だと思うんですよね。 うん、だからそのタックルというところにね、まあ、定評があるというところに関して言うのであれば、しっかりとね、奪った挙句にね、まあ、しっかりとアリクロスを上げれたら、すごく戦力になると思うんで、サイドハーフ向きだなと、まあ、結構その守備も攻撃面もしっかりと期待できるという意味では、まあ、結構やっぱ評価しやすい、うんまあ、評価に値する順位じゃないかなと思います。 まあでも結構仕上がりいいんですけどね、これでも5位なんでね、ま結構、サイドハーフってあんまり注目されてないような気がしますけど、結構いい選手いるんでね、正直僕も振り返ってみて思いましたけど、まあこれぐらいの選手いっぱい出てて、まあいくつかのね、選手持ってるとかだったら、ま全然こういうところも褒めも開拓していって面白いんじゃないかなって思えるようなね、ま選手たち揃ってましたので、まあこれ以降もね、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ま小野選手、うん、ましっかりとね、守備によってて、結構いい。 ね、カードだと思いました。まあ、守備寄りにね、寄せていくのがマストだと思うんですけれども、まあ、その中でもアーリークロス持ってるんで、サイドハーフとしてもね、十分に機能するという点が、すごく、まあ、バランスというか、まあ、強みがしっかりあってね、はい、すごくいい感じがしましたので、まあ、ぜひね、持ってる人は、ぜひサイドハーフね、使ってみてください。はい、じゃ続きまして、えー、左ミッドフィルダー部門、えー、第4位、見ていきましょう、こちらです。 はい、ここ、川崎フロンターレのマルシーノ選手のライトニングエッジ持ってきました。えー、これ4位というね、まさかの順位だと思うんですが、まあ、これがじゃあ4位が高い順位なのか低い順位なのかというと、やっぱりグレード的にはもうちょっと上に行ってもいいんじゃないかなという目線で見る人が多いと思います。でも4位って結構高いんですけどね。はい、ということで見ていきましょう。 まず、スキル構成なんですが、まあ、ワイドレンジクロッサー、スピードスター、テクニカルドリブルということで、結構ワイドレンジをしっかりとまあ、擁護するようなスキルがついてるっていう点では、まあ、悪くないんですよね。いいんですよね。はい。ただ、どっちかというとやっぱウィング向きなんだろうね。うん。どっちかというとね、まあ、やっぱ攻撃的なカードですからね。まあこれ、チェイシングとかがあったりすると、もうちょっと下でもなーっていうあれなんですが、まあ、守備ができないって結構きつくて、 これ、じゃあ、433B と対峙したときにどうなるかっていうと、これ、433B で、例えば、まあ、442とか組んでいくじゃないですか。で、この、えー、サイドミッドフィルダーが守備できるかできないかで、要は高い位置で止めれるか止めれないかっていうね、その可能性が変わってくるわけですよ。で、これ、やっぱ高い位置で止めれば止めるほど、相手の攻撃を早く積むことができるという、まずメリットがあって、で、その後の方もメリットが強くて、そこからカウンターチックに攻めれるんですよね、カウンター気味にね。 で、これ何がいいかって言うと、やっぱ攻めやすいですよね。構えられるよりはね。まあ当然そうなんですけど。だから、まあ結構価値がでかいんですよね。やっぱね、サイドハーフのね、チェイシング。で、ここがないということは、サイドハーフ向きでは正直ないんだけれども、ただワイドレンジクロスは強いですから、このワイドレンジクロスターと、このスピードスタートテクニカルドリブルのスキルの組み合わせで容易に入ってるって思ったら、まあ結構検討してんじゃないかなっていうね。はい、そんな感じがします。 まあバランス的にはまあサイドミッドフルダウン向きではないって言ったんですけれどもまあ当然ワイドレンジでねどうにかなる部分もあるのでまあ例えばねまあウィングもしっかり埋まっててちょっと枠がないんですよねっていうねでちょっと持て余しててまあサイドハーフも使って攻めたいんですよねってなった時はまあ試してみるのもありだと思うんですけれどもまあその代わりうんまあウィングにも使っちゃうとね結構下が3バックになっちゃうと思うんです下3バックはなかなかきついしね3バックならなおさら サイドバックが守備できないといけないので、まあ個人的にはマルシーニョ選手使うんだったら、サイドハーフの方面使うよりはウィング使った方がいいとは言っておきます。はい。だからこれが守備できる選手だったらまだマシなんですけど、さっきの小野選手とかみたいにね、まあ結構守備に定評がある選手とかだったら、まあ正直サイドバックなくても、まあワンチャンス、まあワン、でもそれでもまあ結構裏取られたりとかしてね、厳しい場面どうしてもあると思うんですよね。今しかもスペースへのフィードっていうのが出てきまして、これがちょっと厄介で、スリーバック的には厳しいですよね。これ結構フィードがね、ウィングとかに飛ぶんで、 収まりやすくなってるんでね、3バックが余計に機能しにくくなってるんで、まあだから3バックって結構やっぱ環境上きついんですよね。うん。ん。まあ攻めの方がね、結構自信あるとか、例えばな話、あの攻撃と守備の選手持ってて、攻撃の方がすごく自信あるけど、守備が自信ないので、守備カバーに行ってもダメな場合があるわけですよ。もう攻撃して勝つしかないみたいなね。 まあそういう場合だと結構攻撃的な褒め取っても面白いと思うんですけど、基本的にはまあ守備にそれなりに自信があるんだったらね、守備から組み立てていった方が絶対強いと思うんで、安定さが違いますからね。はい。より攻撃によるんだったらマルシーニョ選手をね、サイドハーフとか起ー,ーとかはなしではないですけど、はい。まあ一応ウィングの方がいいよとは言っておきます。ただまあ、ポテンシャルで、はい、4位に入ったと思ってください。ということで、えー、4位ね、マルシーニョ選手でした。 では続きまして、えー、こう左ミッドフィルダー部門、レフトミッドフィルダー部門、第3位の選手見ていきましょう、こちらです、はい。サガントスの岩崎優斗選手です。岩崎選手はねここ3位ということでね結構上位成績になりましたが、ここスキル見ていきましょう、えー、まずはレインボーアーチ、テクニカルドリブル、ハードチェイシング。 はい、これがまあ個人的にはサイドハーフベストなんじゃないかなって今のとこね、うん思いましたね、この組み合わせね。まあ別にレインボーアーチじゃなくて当然パーフェクトね、あのファンタスティックアーチの方がいいし、まあクロス系、ライトニングクロスとかでも全然いいんですけど、やっぱクロスとかフラスル系、プラス、まあ、フェイントもまあいいんですよね。でまあチェイシング持ってることはマストなんで、まあ個人的にはこ,こういう感じが結構ベストかなと。まあ個人的にはやっぱ好きですね、こういうタイプの方がね。はい。 ということで、まあ、スキル構成がまず、まあ、ほぼほぼ完璧だと、うん、いうところがまず一点と、これ結構ボナーセンオフェアあるんで、オフェンス向きなんで結構攻撃チックに動いてくれんじゃないかなっていう。まあ、どっちかというと守備よりは攻撃寄りなんで、まあ、結構レインバーチーとかもね、あの、打つ機会がね、多いんじゃないかなと、見越して、まあ、結構この順位にしてますね。はい。まあ、さっきね、序盤で言いましたけど、まあ、ディフェアよりでも攻撃よりでも、まあ、とりあえずはいいとしてただどっちがいいかっていうと、多分、ま、一応攻撃よりのがいいんだと思うんですよね。わざわざサイドハーフ使うんだったらね。 やっぱ攻撃面を、まあ、当てにして使う場合が多いので、まあ当然攻撃面を伸びてた方が、まあ理想の動きというかね、うん、まあそれなりの活躍をやっぱ期待した時にこっちの方が活躍はしてくれそうかなというところで小野選手との差がついたと思えば、まあ納得していただけるんじゃないかなと思いますね。はい。 まあ当然、岩崎選手以外にもね、こういったスキル構成を持った選手いますが、まあ、ここからはね、ちょっと僅差とかになってきますが、まあ、このカード、まあ、ウイングできるんでね、まあ、当然、ウイングでも素晴らしいんですが、まあ、一つちょっと降りてね、まあ、両サイドハーフできるんですけど、まあ、どちらかで使ってみるっていうのも、まあ、面白いのかもしれません。ので、まあ、ぜひね、サイドハーフに興味ある方とか、やっぱこういうカード、この守備と攻撃に安定してて、かつ、まあ、攻撃面、守備面、 まあ、しっかりと自信を持ってそうなカードというのはやっぱ使ってほしいなというところで、まあ、この岩崎選手もねそういった対象になるんじゃないかなというところで、まあ、お勧めさせていただきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、当然ここウィングでのね期待もねされますがサイドハーフでも十分に機能してくれるだろうということでここはサイドハーフとしても期待が高いですので、まあ、3位ノミネートとさせていただきます。まあ、よかったらね持ってる方使ってみてください。 はい。じゃあ続きまして、えー、左ミッドフィルダー部門、レフトミッドフィルダー部門、第2位の選手を見ていきましょう。こちらです。はい。エビセル神戸の坂井豪徳選手のガーディアンですね。はい。ここ2位になりましたが、見ていきましょう。まあ、ここ両サイドバックでもね、受賞してるんで、まあ、3ポジション目になるんですけど、やっぱこのカード強くて、まあ、やっぱ攻守のバランスがいいというところに関しては、サイドミッドフィルダーにももちろんね、適任と言えるでしょう。 まあ、サイドの下流とダイナミックインターセプト、アーリークロスという組み合わせね。はい。まあ、小野選手のや、言ったらスキル強化版みたいなもんですよね。ダイナミックインターセプトになってるんでね。インターセプトがね。まあ、そこの差は結構やっぱ大きいのかなと思いました。うん。まあ、あとは、まあ、アーリークロス持ってるんで、まあ、その守備から組み立てる形にはね、当然なると思うんですが、まあ、守備で相手のまあ、ウィングなりし、サイドバック引っ掛けて、 まあそこからアーリークロスまで持っていけたら最高かなっていうね。まあこのシミュレーションがしやすいタイプ。まあ今回結構多いですけどね。そういう選手が入ってきやすいので、まあ、やっぱこういうスキル構成はね、結構今後もまあ生き残っていくんじゃないかなと、個人的には思ってます。はい。 で、まあ今でこそね、433B とかが結構使われてまして、なかなかサイドハーフが使われないという現状にありますが、じゃあこれがサイドハーフが開拓された時にどういった選手がやっぱ使われていくのかっていうと、まあこういったスキル構成バランスがすごくいいとか、まあ能力値に関して、まあ、トップクラスだとかね、うん、そういったところいろんな見方が、まあ攻守にわたってできると思うんですが、まあこの坂井豪徳選手は守備型ですけど、うん、まあ当然守備型でもね、アーリークロス持ってれば、やっぱり攻撃面もね、 え、ま、当然、計算ができるので、ま、このね、守備から始まって、アリクロスがどれぐらい発動するかとかを実際に試してみないと、ま、最終的な判断はできませんけれども、ま、ここの連動とか、ま、こういったところで、ま、アリクロスがしっかり打てるとか、ま、しかま、タックルとか大丈夫だと思うんですけど、ま、そういうところで攻撃につなげれるんであれば、ま、結構適任なのかなと思うんで、ま、サイドハーフ興味ある方とかでね、こういう坂井徳選手とか、ま、今後ね、出てくるカードとかでこういった感じのカードが出てきたときは、ぜひね、試してみてほしいなと思います。 まあ当然 WSS の価値はね、大きいですね。まあ、守備型とはいえね。はい。ということで2位にえさせていただきました。はい。ということでじゃあ残るはあと1位なんですが、1位の選手皆さん誰だと思いますかちなみに。思い浮かべる選手が人それぞれ多分違うんじゃないかなと。うんふん。いうところでね。まあ、僕が選ぶ1位の選手はこの選手にさせていただきました。ということで1位の選手見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、バンホール交付の荒木翔選手のフォーカスドプレイヤー第4弾ですね。はい。これ出たてほやほやですが、1位にさせていただきます。はい。このカードなぜ1位なのかというところの、まず一つのやっぱりスキルのね、あの、褒めるところとして、やっぱワイドレンジクロスターですよね。はい。まあ、これやっぱ注目スキルなんで、ここがまず一つというところと、さっきのマルシーニ選手とは違ってですね、ちゃんとチェイシング持ってると。ま、あこれによって守備もしっかりとある程度は計算できるというところを考えるのであれば、 まあやっぱり価値高いかなというね。はい、で一応キラーパス持ってるんで、まあ、ワイドレンジの反応がしなくても、キラーパスでも、まあ、真ん中に繋げることができると思えば、まあ、このスキルも悪くないんですよね、実はね。うん。ということで、スキル構成が結構攻撃、守備、まあ、どっちかというとやっぱ攻撃よりですけど、まあ、守備もしっかりとできる。このチェイシング持ってるっていうのは結構でかいんですよね。はい。ということで、まあ、ここからのワイドレンジクロスターへのつながりだったりとか、ここからキラーパスへのつながりだったりという,と,いうところの期待。 というのがすごく大きいんじゃないかなというところで、やっぱり高評価ですね。はい。で、ボナセンテクなのも、まあ別に悪くなくて、ワイドレンジクロスターとかね、まあキラーパスとか持ってるんで、パスの精度、まあパスの精度に影響があるかって言われるとね、ちょっと難しいところでありますが、まあ印象悪くないかなというところね。はい。まあ,あと能力値がそんなに依存しないというところもありますけどね、フォワードとかに比べるとね。はい。 というところで、ま、ここ第一。うん。ま、文句ないんじゃないですかね、今んとこでは。ま、僕がいろいろ探し回りましたけど、これがベストだったなっていう。ま、今後、荒木選手を超えるようなカードとかもね、当然出てくると思いますし、今後もしかしたらワイドレンジプラス、ま、チェーシングの A とか、鋼の心臓とかね、オフェンスブレイクとか、ま、そういうところを持ってきた選手とかもいるかもしれないし、ま、その下流系かもしれないしね。ま、なんだトルクモーターとかかもしれないしとかね。ま、いろいろ組み合わせあると思うんですけれども、ま、今後もおそらく、 まあ、サイドハーフに結構適任、まあ、左サイドハーフね、適任したカードが多分出てくると思うんですが、まあ、それにしてもね、このカード結構居座るんじゃないかなと個人的には思ってますので、まあ、正直やっぱ印象はいいですね。はい。ま今後、まあね、このポジションなかなか今まで触れることなかったですけど、まあ、結構魅力詰まってるポジションなんでね、まあ、いろんな選手ぜひね、試してみてほしいなというところもあるし、ま選手の素材がね、揃ってるかどうかとかにもよるんですけど、まあ、ぜひ、えしっかりとね、まあ、今後もしかしたら入るかもしれないですからね、442とか352とかね、 うん、344とかね。あ、343とかね。<laughs> 344は1人増えましたね。343、うん、とかね。まあいろんな方面がね、多分今後、まあもっとね、なんていうかバリエーションが出てくるようなカードがいっぱい今出てきてると思うんで、まあ必ずしも 433B 一種とかではなくなると思うんでね、そのうちね。まあそういう時に、そういう、なんていうかな、環境が来る前に一応ね、やっぱ考えておいてほしいポジションであるので、まあぜひね、こういった選手たち持ってる人はぜひね、試してみてください。 ということで、荒木選手が、今回左サイドバックあ、左サイドハーフ部門1位と、はい、させていただきます。はい、ということで、ここ5選手紹介終わりまして、いかがだったでしょうかうーん、なかなかね、あんまり考えることないと思うんですよね、皆さんもね。まあでも、しっかりと考えてみると結構面白くて、うーん。 まあやっぱいい選手はね、結構数出てます。はい。出てるので、まあ正直使われてもおかしくないポジション的には。うん、そんな感じがしますけれども。まあ今はまだね、そんなに動きがないんですが、まあ今後ちょっとどうなっていくかっていうのはね、このね、サイドハーフ界隈で、ちょっと見物かなと思うんでね。まあどういった選手が出るかっていうのはね、ぜひ注目してほしいなと思います。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。